僕はセイバー。君を守り、世界を守るサーバントだ。はい、ということでプーサー当ててきて見事に致命傷ですとこの手だぜ。まあそれでも2枚出てくれたからよかったと思うその手だよ。いやー、ここに来てプーサーが出てきましたか。てっきり更新7月と思ってたらいきなり来て動画投稿を送らせたもんな。では早速使っていきましょうか。では始めていきましょう。うお、プーサーいっぱいだな。この試合は固定した時なんでみんな使いたいんでしょうね。さて編成の方を話すと、後ろにエミヤジャックとサポ回避を置いて、魔力5本勢の魔力燃費の悪さを補います。エミヤでアーツを確保してる感じか。そうですね、後で触れますけどプーサーのクイックって思ったより攻撃当たらないんですよね。なるほど。霊装はヒーローオンザビーチと今回実装された霊装で、15% バスター性能とクリティカル威力アップ、さらに10秒に星4個と真夏霊装のバスター版といった形。焼きそば霊装でもよかったんじゃないか。この霊装ステータスがバランス型なので HP も確保したいため採用しました。HP 確保ならいつも使ってるかけら霊装はどうなんだ。第2スキルの星出しがリキャストタイムが短くそこまで困らないんですよね。なるほど、じゃあついでにスキルについて触れておくか。第1スキルはバスター性能アップ、本家ではレベル10で 50% と高めですね。次に第2スキルは星出しとクリティカル威力アップ、本家ではレベル10で30個星を出してクリティカルは 50%。 そして第3スキルが超巨大特攻と MP 獲得、本家ではレベル10で特攻 100% とかなり高めで、MP 獲得の方はいつものごとく本家の獲得量を半分にした風固定。使いどころはどうなんじゃ。第1スキルはバスターに星乗った時接敵する前に使う感じ。効果力が期待できるな。第2スキルはリキャストタイムが短いのでガンガン使って問題ない気がします。スキル使って素振りして星乗っける感じか。第3スキルは水着 BB が特攻入るので相手にいなかったらガンガン使う感じですね。ということで実況を。早速クリティカルの時間じゃ。うお、一発が重い。これが1スキル乗ってたらもっと火力出てましたね。ということでスカサハも火力で難なく撃破。にしても相性不利でも結構削られたな。モーションがいい上にクリティカルで火力出せるとかスカサハ強すぎますね。さてここは攻撃外れてお味方が落ちてしまう。しかし相手は魔力使い切ったのかフルコン決めれる。お相手がまた来たのできっちり回避。魔力ないので一旦引いた方がいいかもですね。ここでお相手タゲ集中。枚数不利なので一旦逃げですね。これ甘く刺したんこないですよね。若干疑わしいな。魔力回復できない。ひとまず単発当てて逃げる。お、ここでバスターでクリティカル狙えそうなのでスタン落ちてきたら消し済みですね。火力で解決するという脳内クリティカル畑。これ完全に狙ってきてる。させるか。とって、火力の勝利だ。あれ、採血の表示。細かいことは気にしない。お、おう。では早速フォーグ当てていきましょう。シール13、デシジョンスタート。これは世界を救う戦いである。アーサーエクスカリバー。かっこいい。本家でもあの演出好きだもんな。イヤホンで聞いてみると商人が左右交互に聞こえてくるみたいですよ。とゲームセット。対戦ありがとうございました。いやークリティカルバスターの火力が出て楽しいサーバントですね。第2スキルの回転率もいいし火力に困らないな。何より宝具がかっこいい。それな。では次の試合行ってみましょう。はい、この試合は全国対戦のものですね。お相手はオールキャスターといった形。なんか相手対面にすごい偏りがあるな。今回は2番手スカサハでやってみました。サポスキに回避と確率でクリティカル威力上がるな。あとクイックとバスターが増えた感じですね。戦いだ。ここからはもう加減はできない。さて試合開始です。では足回りについて話すと、アルトリアと同じ6秒台、つまり平均ですね。ここはまあ他のセイバー見てみると大体そうだもんな。まずクイック、くるくる回って攻撃していく感じですね。さっきの初手がそうだな。ただし崩れ起こすのと思ったより攻撃が伸びませんね。勝ちには沈黙といったところか。次にアーツ、縦に2回切りつける攻撃で2段目若干伸びる感じです。なんかこっちの方が当てやすい感じですね。リーチやクイックの方があるんですけど、アーツがコンパクトだからかもな。確かに。最後にバスター、割とコンパクトで奥まで攻撃が届く感じ。ただ普通に打つと回避されるぐらいの間はある模様。闇打ち横やりとか工夫して打たないとですね。
ハイホーグはバッサリカットして、まあ以上いろいろ解説したが、ウプ主が感じたものなので間違ってるかもしれないし、時間が経ってないので考察不足かもなので話半分に聞いておくといいぜ。まあ普段は精鋭で繋いでスキルで腰出してバスターでワンパン狙う感じですね。火力は出るがアルファリアと同じ感覚で攻撃食ってると違和感はある気がするぜ。若干慣れが必要かもしれませんね。さて実況に入っていきましょう。ちょっと味方アルテラが HP 減ってる感じですね。こちらがおとりとなって放具するかと思ったら攻撃不意打ち。こちらはクリティカルバスターで削っていきましょう。結構相性不利でも削れるな。ここで攻撃受けて回避して反撃しようとしますが、見事に回避読まれてしまう。ホーグはお味方がカットしてくれたな。と相手ホーグはバッサリカット。まあ卵のホーグは回るときは何回も回るもんな。ここでお味方が落ちる。ここで枚数振りだな。というかさっきから MP 減らされまくしてるんですけど、それだか殺しだな。キクセウとはいえ相手ミリなので、お味方がきっちり打ち取っていく。ホーグ持ってそうなので、しかしお味方が来てくれた。これにはお味方に感謝だな。さて、ガード上からバスターで削ってやりましょう。ガード上からでもいい火力出すな。ここでガードバースト。ホーグ構えたな。ここは車線切って避難。まあさすがにこれは当たらないので攻めていきますか。ここはホーグでお味方とタゲかぶってしまう。キャスミス対面させて申し訳ない。というよりもガンホーグ締められそうになった仕返しがしたいだけでは。聞く。そんなことないですよ。さて枚数有利なのでここで攻めていきたいが、お味方ジャックが相性不利なので自分がキャス抜き落とす感じかな。残り聖杯まで行く気がしな。とはいえ自分にタゲ向いてるのは助かります。と、お味方ホーグ、まあ回避使い切ったので開幕攻撃されることはなさそう。ガード上から削っていく。また MP 減らされた。おっとそのスキルにいると思ってるんですかね。にっこり。バスター綺麗に決まって聖杯ゲットだな。ここでジャック落ちたのはなかなかうまい落ち方ですかね。そのままいても打点ないもんな。ここは弾も倒して一気にゲージ上げたいところ。いけるかと思ったがカット入ってしまう。しまったリスポーンしてきて混沌してしまった。ここでお味方到着。結構削られてますが弾も倒す体力は残っていそう。あとは詰めて倒すだけ。弾もの近接反撃には要注意しろよ。ここで射撃攻撃きますがノックバックないので問題ないでしょう。かわされる。近接を空振りさせてあとはガードしながら前進。そしてとどめを刺してゲームセット。対戦ありがとうございました。まだ尺が残っているのでもう一試合いきますか。さて対面を見ていくとお互いに孔明がいる感じ。あと相手にジャンヌいるから相手プーサーはバフ乗りまくりだな。相手が羨ましい。しかしこちらにも孔明はいます。効果力合戦になりそうだな。戦いだ。ここからはもう加減はできない。さて試合開始です。まずは星溜めて素振りですね。早速クリティカルバスタースタンバイ。分かった。やはりどちらも火力キャラとなると互いに慎重。やろうか。そろそろスキル使っておくか。タゲを見てみると孔明を見る感じですね。相手はジャンヌがこっち見てるから要注意だな。突撃するフェイントを入れつつ相手の様子を伺う。そろそろ動き出すか。お、早速お味方ホーグ。これぞ大軍師の究極陣地。帰らずの地破ってみせるだろう。誰もスタンかかりませんので仕切り直しかと思ったら早速ジャンヌが突っ込んでくる。自分は孔明を食らえバスター。ガードされる模様。やばい、先に回避組んでしまった。サコシンガンあるからもう一回攻撃しに行けるな。もう一回。さすがに正面からは外れるだろ。と言ってる間にお味方がジャンヌを落としてくれる。初手バスター連発は良くなかったな。相手の意識外のところから奇襲してこそ当たるもんな。ここはガードバースト警戒のため重ねて攻撃しないでおきましょう。ここで相打ち。タゲがプーサーに向いたのでこっちは孔明を落とすか。反撃に注意しながら食らえと孔明を撃破。普通のアーツ攻撃でも火力出てるな。さてサコシンガンを握ってスキル吐いて詰めましょう。やろうか。いざいざ。あそこにミリのプーサーがいるので撃破しておきたい。動画の撮れ高的にも。おい、お味方ホーグ。
これぞ大軍師の究極陣地。帰らずの地破ってみせるがいい。チャンス、気持ちいい。大量ですね。さっきバスターで1万8000でなかったか。孔明バフのおかげですね。孔明バフは偉大なり。孔明合戦は孔明が残った方が有利ですからね。さてそろそろ砲軍って相手を崩していきたい。お、決まった。シール13デシジョンスタート。これは世界を救う戦いである。アーサーエクスカリバー。一気しか入らなかったか。まあ枚数有利にして崩すことには成功してます。こうやってコミフした相手を捕まえて3対1にしてしまえば一方的です。いかにキャス抜きでもこれは逃げられないでしょ。さて聖杯まで残り1機だが、聖杯のこと忘れてた。おい、何やってるんだよ。しかしお味方が宝具持ってるので何とかしてくれるはず。結局お味方だより。お相手が前に出たな。チャンヌを抑えて宝具打ってもらえますか。ついでにクリティカル。あれ、そっちか。これぞ大軍師の究極陣地。帰らずの地破ってみせるがいい。まあ絶対向こう派が出たぐらいですね。聞いてください。あ、まずいこれ抑えられないか。なんかよ。いいね、これはきついな。届かないか。その後目立った活躍もなく、やられてもうた。まあ聖杯キルされないだけマシかな。あともう少しで試合終了ですし、採血に注意してれば聖杯キルはないもんな。ここでゲームセット。対戦ありがとうございました。させて、今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録してくれると、ドレイク、伊蔵さん、アルテラの動画を定期的に上げる予定なので、チャンネル登録してくれると見つけやすくなるぜ。高評価もしてくれると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした、マスター。お忘れ物にご注意ください。